あ、こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。今週もですね、なんだっけ、週刊タイガース。週刊タイガース。あ、そうじゃん。違うんですか。古いな。週刊タイガース。やってなかったですか。やってましたよ。あれ、4年ぐらいやってましたからね。あれは、はっちゃんのやつ。カンテレでね。タイガース。はい。先週の、戦いをまずご覧いただきましょう。このようになりましたね。1つしか負けてないですか。そう。ヤクルト戦は1勝1引き分けね。はい。これはまずどんなでしたかね。これ関東遠征でしたよね。そう、はい、かなり打ち合いになったゲームでしたけど、これ11点取ったんですか。11対5、はい、これ どうなったの。11対5の試合ですね。あ、西が、はい、西が4失点して、そうですね、ちょっとあんまり内容良くなかったんだけれども、はい、ホームランがこれ4本出てますね、はい、マルテ、サンズ、佐藤、中野の第1号って、はい、そうでしたね。これも大きなホームランでしたね。はい、左ピッチャーからでしたね。そうそう、はい、インサイド難しい球ね、はい、そしてその次のカードは2対2、うん、これは奥川、まあまあいいピッチングしましたね。そうですね、うん、まあ、先制したんですけど最終的に追いつかれて、はい、そう、青木くんのね、内野安打で、そうです、はい、あれも執念のようなね、はい、ヒットになりましたけどね。あれでだから岩崎が1点差でいって、はい、同点にしてしまったんですよ ね、 ね、はい、まあまあでも負けませんでしたからね。そうでした、はい。で木曜日が、はい、あれこれあれですね、休み、はい、ゲームがなかった、なかったです。で金土日と横浜スタジアムで初戦6対12、はい、なまあランダー戦6対6までね、途中までね、本当に6対6、まああのとこまで行ったんで、まあ桑原も打たれ、小林がね、はい、6-6からガツンと行かれました ね、 ね、あの3番バッター、うん、オースティンにまず行かれて、その後もちょっとね、はい、抑えきれず。そうですね、もう、うん、あえて一本調子になると、うん、あの横浜打線もね、良くなってますから。ああいうピッチャーに横浜の、ね、バッターが強いね。はい、ちょっとこう、かわすタイプのピッチャーの方が、うん、ね、はい、嫌な感じでね、はい、結局6対12で敗れて、うわ、ちょっと嫌な、うん、頭の負けだなと思ったら、はい、昨日は伊藤、昨日というか、はい、あの土曜日は、そうですね、伊藤が、はい、抜群でしたね。抜群でしたね。うん、あの見栄えしないんだけど、すごくタイミング合わせてる。そうですね、ツーシームとフォークとこうね、うん、チェンジアップと見分けがつきにくいですね。そうそう、はい、それでいてインサイドにね、右バッターのインサイドがバチッと苦しいね、はい、カットボールも入ってきますね。あれ威力あるでしょ、はい、この伊藤、これ3勝負けなし0敗ですよ、はい、伊藤はあれのちょっとご覧くださいね、こうなってますよ。聞いてますか。はい、池田近久さん以来とか言って、そうそうそう、37年ぶりすごいですね。池田近以来出なかったっていうのがちょっとね、考えられない。阪神のピッチャーあんまりどっかある。おかしいな。おかしいな。やっぱいたはずなのに。思い出はずなのになって。あ、3連勝ではなかったです。僕も負けから始まって、1つ勝って、ね、うん、そっからでも5連勝したんですけどね、5月は。そうか、そうか、はい。やっぱ頭からってなかなかね。なかなかそうですね。難しいですね。そして日曜日が。はい。これはなかなか3対2、点がね、はい、あんまり両チーム取れない中で、しびれる試合でしたね。しびれる試合をやっぱり1点差で勝ったっていうね、はい、こういうゲームになりましたよ。どうですか、これ、この1週間、結局、気がつけばですね、うん、3勝1敗、1引き分け、はい、また貯金が2つ増えたっていうね、ジャイアンツがもたもたしてるし、でもね、うん、あのジャイアンツもね、負け数ではね、そんなに2つか3つの差でずっとついてきてるんで、はい。まあまあ、自力はあるチームだけども、でもジャイアンツサイドから見ると、阪神負けないなと思ってるんじゃない、ね、やっぱりそれは逃げ切れるリリーフですよね、リリーフの違いで、ジャイアンツの方はちょっと今、苦労してますよね。そうか、こうやって見ていくと、はい、どうでしたか、この1週間は。まあ、全部勝てた試合かなと思ったけど、ね、結局、今までは先発ピッチャーがきっちり抑えて、はいはい、それでもう、まあ、あの中継ぎも、うん、勝ちパターンの中継ぎでいうと、岩貞、岩崎、スアレス、はいはい、その辺に、まあ、1人、小林が良かったり、はい、ね、小野が良かったりっていうような中で勝ててたんだけども、そうですね、この負けたゲームだけは西がちょっとあんまり良くなかった、うん、それで出てきたリリーフ陣も。あまり良くなかったっていうね。そうですね。まあ、うん、まあ、11対5勝ったんですけど、頭。あ、頭ね。はい。あ、そうや、頭ね。ごめんなさい、頭ね。4失点したんですよね。そうそう、頭。勝ちつかなかったですもん、あの、西君には。つかなかったね。はい。これは誰が勝った？岩貞が勝ったんですね。岩貞。はい。そうだそうだ。でも2番手で投げた、馬場が。馬場が良かったですね。ずっといいですね、今。
ババが日曜日も良かったですね。テンポがちょっと良くなってきて、はい、すごく去年までは何ババ劇場ババ劇場何だったっけ、自分で自作自演、自分でピンチを作って、はい、自分でしのぐっていうね、はい、そういうようなピッチャーだっていうようなことを言われてたけども、はい、ここへ来てそんなに無駄なボール球少なくなって、そうですね、ね、だからフォアボールがそんな出ないし、あとはまあロングがいけるっていうのね、ロング3イニングこの間ね、そうですよね、だから日曜日の3イニングこれガンケル、ガンケルを3イニングで外し、うん、外したから3イニング、何かあったのかなっていうね、うん、投手交代でしたけどね、だから前回も勝ち投手にはなったけども、はい、内容は決して良くなかった、うん、まあ、そのつながりで今回もそこまでいいとは思えなかったということで、はい、もう早めに帰ったんでしょうね、そうですね、うん、3イニング51球、はい、4安打3三振、うん、まあ失点は1でしたけども、そうですね、このでもあっさり変えた裏にはやっぱり馬場が長いイニング投げる、うん、いけると、そういう、まあ、ピッチングコーチの判断があったんでしょう、あったと思います ね、はい、それに応えて馬場が3イニングきっちり抑えて、そうでしたね、結局このゲームはですね、馬場が勝ち投手になるっていうね、はい、久しぶりじゃないですか馬場も、そうですね、うん、僕もキャンプの時に、はい、日本のキャンプ見た時に、はい、そこに担当スカウトの笠井さんが来られてます、はい、あ、笠井、笠井さんとちょっと覚えてます、ハンダースローの笠井ね、で、馬場担当だったんですよ、うん、で、馬場の話になって、馬場はもう見た目はそう、まっすぐが速かったりとか、はいはい、変化球が鋭かったりっていうのじゃなくて、うん、もう怪我しないと、なるほど、あれ4年間ずっと見てきても体が強い、1回も、はい、怪我してないらしいんですよ、そう、だから、まあ1位で取ったんだっていう話はしてあって、あの投げ方となんか肩でも痛めそうな感じかそうですね、でも馬力はありますね、馬力ある、はい、まあでも勝ち投手になったゲームもね、はい、かなり追い込んでフォークボール、はい、ベース前の落ちるワンバウンドが何球もあったんですよ、ね、梅野はもう大変でしたね、梅野よでもすごいなっていうね、だから梅野でないと馬場はちょっとそこまで腕振れないんじゃないかなぐらいのね、そうですね、うん、やっぱ梅野のやっぱりこう影のね貢献度、はい、これやっぱりすごいなっていうのを感じましたね、はい、この3点はもう本当にチャンスらしいチャンスそこそこあんまりなかったんですよ、この日曜日はね、ピープルズ良かったですもんね、ピープルズね、はい、思ったより良かったですね、この前中日戦で勝ち投手になって、はい、今日だったんですけど、ピープルズが案外良かった、はい、その中でファーボール、その後サンズの左中間、はい、まあ、それでその時の佐藤の走塁、良かったですね、サードコーチはよく回したね、はい、あれ来るなと思いましたけど、行くと思いました、はい、で、その後すぐに糸井や、はい、糸井ツーランホームラン、ツーラン、その前の日にホームラン打って、はい、それでも次の日は出してくれない、そうでしたね、ロハスジュニアが出るっていうことでね、はいはい、それで今回はガンケルが投げるんでロハス外し、うん、はい、そこでまた糸井に来たらまた糸井がこれ、そうでしたね、決勝ホームランですよ、うん、やっぱりこういう使い方になるんですかね、ねえ、でもこれで結果が良かったら、はい、考えますよこれどうするこれ、サンズもまた良くなってきてるしね、まあサンズは外せないですよね、サンズ、マルテは、まあ、今のとこね、まあ、マルテ日曜日はちょっとノーヒットでしたけども、はい、でも今までの剣道からですね、やっぱり外せないですね、はい、そうか、ロハスジュニアね、まあ僕ちょっと見てね、はい、慣れたら打つなっていうのをやっぱりすごい感じました、あ、すごくここの左打席ですか、いい位置にある、あ、こっちも一緒なんだけど、いい位置にあってね、で、やっぱ軸足への乗りがね、はい、やっぱり浅い、はい、あれやっぱどうなんだろう、メジャーって球が速いから、そうですね、カッカッと行こうっていう、うん、そういう間に合わないですね、ついてんじゃないのかな、前行ってしまうと、日本のピッチャーだとやっぱ変化球が多いから、もうちょっと今度乗ってくる、乗せてから振るっていう、そういう間を今度感じてもらいたいよね、だからランナーを置いて、うん、クイックとかで投げてくる方が逆に合うんじゃないですか、あ、そうパッパってくるやつ、そうかもね1、2でくるやつ、やっぱり微妙にやっぱり日本のピッチャーの方が間を取らないと、ね、打ちづらいっていうね、はい、まあ、その辺の慣れを、まあ、数試合で多分やってくれるんじゃないのかな、はいはい、ね、そんな感じがしましたね、うん、今週、はい、今週はですね、まず甲子園でドラゴンズ3連戦、大事な試合ですね、はい、その後東京ドームへ行って3連戦っていうね、はい、まあ、もう連戦なんですけど、この6連戦は大事に、ピッチャーですけど、はい、西、青柳、はい、そして秋山がもうかなり空いてますよね、はい、でアルカンタラ
そうですね、アルカンタラも。どっちで来るか、甲子園で投げるのか、ジャイアンツ戦で行くのかっていう。どっちでもいいですけどね。どっちでもいいですね。だから秋山も結構感覚空いてますし。空いてますよ、ね。アルカンタラが先発した2軍の試合で、2イニング最後に秋山が投げてるんですよ。調整登板してるんだよね。同じ日に。あ、そうですか。はい、だから日にちも預けてるんで、うんうん、合わせてるんで。はいはい。どうなるのかなと思ってますけどね。どうでもやり方がありますよね。これはもう、監督の考え一つ、うんね、あのピッチングコーチの考え方一つ、はい、でも西矢淡木っていうところはもうカースイっていうのは、ね、ここはもうドラゴンズ動かさない、ドラゴンズに行きますね、はい、そうですね、はい、まあ、アルカンタラがどっちに行くかっていうのは一つ楽しみ、うん、それと、ね、伊藤がやっぱり非常に安定したピッチングで土曜日ね、多分またあの巨人戦で相当してくれるんだ、ね、はい、あと一つ枠を、うん、まあ、ガンケルもう一回チャンスそうですね、与えるのか、はい、2軍で目星ピッチャーいますか、まだズバ抜けたいのいないでしょ、うん、先発ですか、うん、先発はね、まあ、一応回ってるのは回ってるんですけど西純也とか、はい、斉藤、うん、はい、あと藤波でどうするかですよね、うん、だからこれはもう絶対使いたいっていうところまではまだ今は優先順位としてはアルカンタラが一番上、ね、もうアルカンタラは使いますね、はいはい、今週アルカンタラどっかで使いますね、はい、まあそれぐらいかな。そうですね、あとのピッチャーはどうかな、まだちょっと時間かかるかなと思いますね、はい、まあ結局今週もですね、3勝1敗、1引き分け、はい、ということで貯金が14になったのかな、14です、14最高ですね、今シーズン最高ですね、今シーズン最高、はい、まだあの本当に連敗をしないっていうね、うん、今までこの数年間見たことないぐらいの強さを持ってるタイガース、どこまで続くんだろう。そうですね、火曜日からはあれですかね、お客さん甲子園、あ、5000人、はい、5000人いけますね。そうですね、はい、その辺もまたね、やっぱお客さんいる中で全然違いますから、違いますからね、はい、佐藤の一発も、ね、出るかもしれませんし、応援してください、はい、以上です、ありがとうございました。